こんにちは。厚揚げの香味だれがけを作っていきます。まず厚揚げは食べやすい大きさに切りましょう。フライパンにサラダ油をひいて厚揚げを加えていきます。両面焼き色がつくまで焼いていってください。そしたら火から下ろしていきます。香味だれを作ります。お醤油とお酢、お砂糖、お水、ごま油をお皿に加えてラップをしたら電子レンジで加熱していきましょう。みじん切りにしたネギと生姜を加えて全体をよく混ぜていきます。混ざったら厚揚げをお皿に盛り付けてタレをかければ完成です。いかがだったでしょうか。以上、デリシキッチンでした。バイバイ。